マコナコです。さて、今回モスクワやっていきたいと思います。実績解除、ハイスコア2000以上。一つ前、ダルエルサラーム1999という、すごい微妙なラインをね、あと一つでクリアというラインをついてきたところで、ちょっと気が慣れたので、別のシナリオで気分転換しようかと。曲がりくねったモスクワ側を渡して、モスクワの環状道路をつなげよう。これは。一人だけ飛び抜けてるんだけど、これ本当にプレイできているのか、それとも何かを使ってるのかがわからないけど、まあ、いずれにしても結構、でも4000か、普通の値が。どうなんだろう、いけるのかどうか。他の人のスコアを見てね、これのマップが楽かどうかをね、判断できるかなとか思うけど。靴感か？さて、今回は楽したい。ちなみに Apple Arcade 版やってた時には、ここで不具合が生じて、なんか画面にでかい丸がどん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 出てくるみたいなね、ことがあったんでね。もうさすがに、それはもう発売初期、公開初期のね、2年前の話なので、この Steam 版ではそんなことないとは思うけど、絶対クリアさせないようなね、意思を感じたけどね、その時は。さて、ここどうするかな。1個膨らませておくってのももうありだとは思うんだよね。この周りをやりやすくするために、膨らませるか。こういう曲がりくねった際に、まあ、速度は多分落ちてないと思うけど、綺麗にやっときましょうか。まだが無駄なような気がするけどね。橋はすでにあるのでラウンドアバウト取りましょう。いきなり嫌なところ来たね。これ上持ってきたい。こうやっておきたい。で、ここ、拡張、もうできるね。ラウンドアバウトを使う。いや、違うぞ。これは。こうだな。これは、今はいらない。おっと。まだ色が混在することなくね。やってきてる。なんでそんなとこ出てくんの。しかもこれ置けないんだよね。こうか。橋はあるので道路タイル。今後足らなくなったらまた考えましょう。くっついてるのが気になるけど、一旦離しておいて。あ、こうだよね、そうなるならば。ここくっつけておくってのも、まあ、ありといえばありだけど。さて、ちょっと早くも止めなきゃいけないような状況になっている。タイルは十分。くっつけないとやっていけないか。もしくは黄色に関してはワープさせるっていう手もね、高速持ってきたら。ここ、置けないか。もしくは、橋使って膨らませるか、これ、こんな感じで。
そうするなら、あ、ちゃ。そうするならば、ここら辺、あ、そっかそっか、水辺もあるから置けないんだ。え、どうなんだろうな、ここまで持ってきて、これ一個使えないけど、諦めるか。あと、ここ今左側結構引っかかってたので。多分三つだけじゃ無理だけど、四つ今やったことによって、黄色二つ分、いや、二つじゃないか？いや、二つだよね。フォローできるかもしれない。これ、つなぐの忘れてた。まだここは白で統一されてるんで、問題ない、上は。これは、後で高速くればいいけど、何これはさすがにないか。そもそも届かない。突っ切ることも検討しないとダメだけど、道路タイルがない。ここは高速欲しいな、さすがに。あ、道路タイルがない。諦めましょう。これ斜めいけないか。斜めいっても変わんないのか、ひょっとしたら。橋も欲しい、あれも欲しい、これも欲しいで大変だけど、高速今来なかったか。高速来れば比較的楽に対応はできたんだけど、うん、ここら辺入り口で混んでるね。となるとこうか。これだとこのメイン道路の接点が2つに済んだんで、全部家をね、そのままつなげてると4つの接点があって、そこでまた足が止まる可能性が出てくる。これね。厳しいな、これ。いやー、無理だぞ、これを。水色、ちょっと数厳しいと思う。ここにあるだけでは対応できないので、まあ、後々高速来たらこの上から持っていくか。だが白も当然フォローしたいので、高速今の段階でも2つ必要。で、道路が足らない。さすがにこれは無駄遣いしすぎのような気がする。ああ、そういえばアップルアーケード版やった時もこんな感じだったな。結構カツカツだったような気がする。このマップ、タイルが。高速道路。水色を切るか白を切るか。今こうやっといて、ここ全部切っときましょう。くっついてるかな、これ。こんな感じで対応。あともう一個高速来て白のフォローができたんであれば一服だと思うけど、当然その都度大量に出てくると思うんで、苦労は絶えないと思う。この黄色は
橋があればもう直接つなげるって手があるけど、ないので橋来るか高速来るか待ちましょうか。うん、さすがに1個だけでいけるかどうかちょっと確認、1個のみでフォローできるんであればここら辺がっつりとね全部削れるんで、まあさすがに厳しいか、巨大ショッピングセンターみたいな感じなんで。ここら辺ちょこちょこ出てるね。あ、今は対応即座にはできない。橋が来るの待つしかない。高速でいいか。高速でいいんだけれども、どこに置く？まあここら辺やっておいて、こっち側がっつり持っていく。でここ全部削って、ここ橋も今回収できたので、ここをつなげる。うん、この黄色、あ、そっか、橋がないのか。橋があればここもね行かせることできるんで、まあ、くっつけてもいいけどね、下行って下方向から。今ここら辺そんなに混んでないので、こうやってしまってもいいかも。でも後々忘れるんだよね、こういうことやっちゃうとね。あと今この高速いらないな。この水色も、くっつけられないのが後々響きそう。まあそっなると高速使うか。水色出てくるのはいいんだけど場所悪いんでね。さて緑直接こっちが行くか、これも直接上の方向。橋が今必要だったような気がする。特にここは混み合ってないので放っといていいと思う。これずらすか、ずらすことによってこの辺りもう一個水色くっつけることが可能。うん、こんな感じで。で、黄色。まあ、これ、橋即座に使うべきかの問題もあるけど、使ってしまいましょう。これ切っていいでしょ？あと、これ切ったらダメ。で、ここ切ったことによって、これ、水色が、つなげられる。まあ、これ、高速だな、どう考えても。これ、高速道路使いましょう、素直に。どこのものを持ってくるか。これはこっち側、行かせる。となると、ここの高速はこの辺り。さて、黄色が出てきた。まあ、ここら辺黄色。
孤立した感じでできてるんで、かなりいいとは思う。くっついてないところはないよね。まだ500か。ミニメトロと違って初手から結構慎重にやらないと厳しかったりするんで、そこら辺が辛かったりする。うん、後ろが大きくなった。いや、大きくなったんじゃない、間に合ってないんだ。一旦外すか。一個しかなかったからね、この白は。一旦外して、やっぱりここはちょっと橋が足らないので、こうくっつけましょう。で、橋が戻ってきたら、青はもう、そのまま。あ、今橋来たな。ラウンドアバウトは今使い道あったか？まだないよね。うん、早く高速、高速回収できた。これどっち側持っていくか、こっち側。多分これでフォローはできてるはず。で、橋が今できたので、また一直線。これいらないでしょ。ラウンドアバウト。となると、これはこの辺りか？黄色が余ってる。黄色余ってるけど、特段使わなくてもいいというか使えない。これぐるっと回って、この左側にね、黄色くっつけようかと思ったけど。うん、黄色こっち側がやってきた。これこうくっつけたいな、こんな感じで。場合によってはこっち側からフォローを回したい。うん、悪くないぞ。もう一個ラウンドアバウトを切ってくれればこの辺り置くか、もしくは右が結構混んでるので、ここ切っていいな。ここ一直線にやっといて、危なかった。ここつながってなかったね。あれ、黄色こんなところ生まれた？生まれたというか、これが邪魔になってるのか。まだ800か。辛いね、今の段階でも。そして詰まってる気配があるので、ようやく対策完了。橋はまだあるので、ラウンドアバウト、これここか、ここだな。さて、今のところ問題はないはず。この下にあるの、この下にあるのを動かしたい。動かさせてくれ。よし、なんとか。まあ、これでいいでしょう。水色、これは使えないかな？
これもこっち側行かせましょう。まもなく1000、実績は200と1000と2000なんだけれども、1000は問題なくいけるんだよね。2000の今回の実績は結構厳しかったりするんで、とこの辺りがゴタゴタしすぎてるので、少し緩和したい。うん、1000達成。ちょっと操作がおぼつかない。ここ緑が来ていった。この白は今橋もあるので、またタイルもそれなりに余ってるので、かなり贅沢な使い方。これなら高速なくても案外なんとかなるんじゃない。ちょっと様子見ましょう。これ黒か。こうやっとかないと。さて、高速がまだ一つ使えるので、いつでもね、いざという時は使っていきましょう。タイルかラウンドアバウト、ラウンドアバウト。いや、まあ高速あるから大丈夫だけど、そこ来るか。これあれだか、あんまり入り口に近づけると詰まる可能性がある。ラウンドアバウト使うんであれば、ここか？変に詰まりそうな気がするんで、この辺りは。ん？水色が厳しくなってる。あ、これ水色通せるようになってるね。まあだから、ここら辺でまたゴタゴタする可能性あるんで、これがいいのかどうかまた別問題。うん。結構ゴタついてるもんね。橋があればちょっと斜めにもう一本通して、迂回路を作りたいんだけれども、ないものは仕方がない。緑ね。そのまま行くしかないか？これは。出入り口でごたつきそうだけど、うん、ラウンドアバウトもう一個手前側で作るという手もある。1300超えている。ここら辺黄色は問題なくいけてるんで、くっつける必要もないけど、緑、ここは使い道がない。全部左側だからね。ここ一個はぐれがある。ん、ここも一個はぐれがある。今厳しいところは特段なくなったかな。水色もいい感じに今いけてるんで、これは厳しいな。どこか突っ切らないとダメなんだけど、今もうすでにタイルがない。高速が来てくれた。もう使いましょう。ここずらすか。高速どこまで持ってくか。この辺り。うん。
1500行っている。この黒はここじゃない方がいいか。結構黒がポコポコ湧いてるんで、だけど軒並みつける必要性がないんだよね今のところは。これ水色、素直に、あ、水色は上くっつけても意味ないよね。1500超えて間もなく1600。緑が詰まるかと思ったけどそんなこともないので、そこら辺は助かってる。1700間もなく。いやー、このマップなんとかなるな。となると一つ前のマップはあれ、なんであんな難しかった。これ引っかかり増やさないためにもちょっと遠回りだけど、今どこか危ないところ、水色か。いやでももう手打てないんでね、こんなところね。橋がないからこれも使えない。1800。いやこっちも何なのこのゲームのバランス、絶妙だな。他でも動かせないぞ今。日曜日待ちましょう。日曜日でどうなるか。この時点で裏が見れないのが辛い。ラウンドアバウトは使い道なかったような気がするので橋をやっといて、高速ここ切りましょう。だが水色ね、まあ水色ちょっとワープさせる感じでこの辺りやっとけば案外いい感じに行くのかもしれない。早く高速、高速早く早く終わってくれ、高速戻ってきてくれ。あそこちょっと待って、そこ水色くる。あでもあーっと、あそっかそっか、橋がないんだよね。橋があればここ、このちょっとここ左から2つ目ぐらいのこの水色にくっつけることができたんだけど、あでも落ち着いたな水色。これでこっち側から行かせればんだが、ここ対応当然しないとダメなんだけど、橋をどこか一つここ潰すか。で橋が戻ってきたら、こうか。もう詰まる可能性あるけど、いやもう2000いくから問題ないわ。あーよかったよかった今回はクリアできた。一つ前のマップが6回ぐらいやっててもクリアできてなかったんでね、実績攻略達成がね。2000超えてればもういいでしょう。あとは流し作業で。あれだな、こっちが真ん中あたりまで、うん、あ橋の上はもしかしたらダメか。緑がいい感じに回ってるのが大きい。うん、なんかまだまだいけそうな気配あるね。高速もらいましょう。あとは左側黒もちょっと厳しくなってるような気配あるけど、
まだ様子見で。緑も問題ないしで。うん、いけてるね。普段困ってるところはない。黒ちょっとフォローできてないね。フォロー完了したらもう切りましょう。だんだんと怪しくなってきた。怪しくなってきたが、それでもまだ耐えている。左側の黒はなんとかなった。水色が危ないのか、今度は。水色を送り込めてない、そんなに。うん、高速。もう一個水色どこかから。いや、これ、あれだな。こっち側でもいいか。うん、ちょっと間に合わないか。いや、でもまだ結構な勢いで向かってるんだけど。あ、間に合わなかった。まあいいでしょう。実績2000達成、2586、一発なんでこれは悪くないと思う。これ写真撮っておいて。いやー、よかったよかった、クリアできて。では順位見ておきましょうか。今現在の順位、そして一つ解放。あ、違う、モスクワ。これで74位ぐらい。もうちょっと頑張って上の方の順位狙ってもよかったかもね。とはいえ、順位気にするとキリがなくなるので、トップが、これ本当かな？なんか怪しいんだけど、でも後半に行くともう本当にうまく流れ作業になって、いくらでも数字伸ばせるっていう可能性はあるからね。ここら辺は何とも言えない。ということで、また続きやってきますので、興味ありましたら、チャンネル登録して、次回以降もご覧ください。ではでは。